derin bu kez. ノラさん、何してた？あとワンパだったのにね。あ、ピコ。ん？実はさ、私ゼウスは一昨日からマッチングアプリを始めました。マジで？いや、それゼウス、ついこの前、幾度となく離婚を繰り返した挙句にテミスさんとの婚約中にヘラーさんに手を出してなかった？この前って8000年以上前の話でしょ。しかも奥さんのヘラーさんは結婚の神様。大丈夫なの？まあ大丈夫だよ、なるよなるさ。懲りないね君は。でさ、マッチングアプリでやり取りしたんだけどさ。ちなみに何のアプリにしたの？プアーズ。え、プアーズにしたの？あれって確か男性は有料じゃなかった？そうそう、月額3590円。バイトするんだね。なんで無料のパンダとかにしなかったの？プアーズが一番登録者多いらしいのよ。らしいのよって君、全知全能の神でしょ。全知全能なんだからふわっとしないでよ。あ、はーい。え、バイツです。深瀬さんのお宅で会ってますか？はい。お会計済みですのでこちらカレーでございます。待ってました。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。ナイスですね。ありがとうございます。ありがとうございました。細かいけど、お待たせしすぎたかもしれませんじゃなくて、お待たせしすぎたのかもしれませんだけどね。ファンタスティ。なんで深瀬なの？うまそう、やっぱこれだよな。深瀬。ごめん、冷めちゃうから先食べるわ。いただきます。君は自由人でいいね。カレーってさ、たまに無性に食べたくなるんだよね。昨日の僕だ。初めて試したけど、カレーとソーセージめっちゃ合うじゃん。全知全能とは名ばかりだな。やっぱり全知全能の神とは言えないね。ピコちゃんもお昼カレーにしなよ。昨日昼夜でカレーだったんだよね。デリシャス。いい人に出会えるまでに1年、結婚までに相手のことを知りたいから1年、婚約から結婚までなんやかんやで1年、最短ルートで3年か。やっぱりここにいた。また携帯鳴ってた？違います、相談したくて。相談？はい。実は昨日彼氏と当たるって有名な占いに行ったんですけど、二人はすぐに別れた方がいいって言われて。へえ。それから彼氏とも気まずくなって。これが倦怠期ってやつですかね？倦怠期ではないと思うけど。はい。彼氏とはどこで出会ったの？プアーズです。プアーズ？違います、プアーズです。
ただいま。おかえりなさい。ただいまです。今日もゲームしてたんですか？はい、してました。それはそれはしてました。毎日楽しそうですね。あの、あやこさん、今日の晩ご飯は何ですか？カレーです。昨日もカレーだったじゃないですか。昨日もカレーだったから今日もカレーなんですよ。カレーは作り方の構造上、一日ではなくなりません。オーマイガーッ。少しは我慢してください。あと、無性に私はカレーが食べたい気分なのでカレーにします。苦行ですね。あの、あゆめさん、ソーセージはありますか？カレーとソーセージ、合いますな。カレーには何でも合います。昨日話してた結婚はできそうですか？そんな簡単にできるもんじゃありません。そうなんですか？いろいろ考えたんですけど、仕事もあるし、そもそも出会いの場所なんてないし、最低でも3年はかかる計算になりました。3年ですか。私が展開に帰れるのもまだ先になりそうですね。さっきは長いです。実はある友人からいいことを聞きまして、もしかしたら結婚への近道になるかもしれません。何ですか？プアーズです。プアーズ、あ、沙織のご存知でした？会社の後輩が今の彼氏とはプアーズで出会ったって言ってました。プアーズ？違います。プアーズです。プアーズ？違います。プアーズ？プアーズ？まあ、わかりました。とにかく善は急げです。やってみましょう。嫌ですよ、マッチングアプリなんてやったことないです。あやめさんにはすべこべ言ってる時間はないんです。画像とかどれにしようかな。相手の年収まで選べるんだ。趣味か。初回デート費用、結婚に対する意思、書くんだな。よし、これで設定完了だ。いいですね。いいね数も限られてますし、慎重にいかないとですね。そうですね。この世界ではいいねも有限ということですね。数人いいねをしてみましたが、帰ってきますかね。私の友達はすぐにマッチしてました。きっと大丈夫ですよ。あ、マッチした。もうマッチしたんですか？見せてください。深瀬さん。あ、そいつだけはやめときましょう。君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになっても僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って、ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ、魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない、だけど君を守りたいんだ。